る私の心の戸を叩く、ほっこりしよう、ほっこりしよう、明日は明日の風が吹く、ほっこりしよう、ほっこりしよう、ほっこりしよう、明日は明日の風が吹く、ほっこりしよう。いかがお過ごしでしょうか。月の最終日にお届け、最終週ですね、お届けしておりますほっこりさん、これからお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。まあ春が待ち遠しいなあという季節に、なってきたといいますか、季節だなあと思いますね。まだまだ寒いんですけれども、というのは選抜高校野球の出場校が発表されたということを聞きましたね。私の地元兵庫県は報徳学園ですか、社高校ね、が出るというようなことを聞きまして、いや嬉しいなと思います。また選抜高校野球がこれから始まっていくのかなと思いますと、非常に胸がこうねときめいてくるような気がいたします。まあ高校野球も始まり、またプロ野球ももうそうなるとシーズンを迎えるということですね。新しいシーズンが迎えます、シーズンを迎えますね。まあ野球ファンにとってはこのこれからの季節、また野球で一喜一憂するのかなと思うような季節ですね、感じですね。まあまた今年も白球を追っていろんなドラマが繰り広げられていくんでしょう。グローブ変え
イン に回しダブルプレーの見事なボール1970年から75年の間にこの少年サンデーで、掲載されました男ドア法甲子園というのがありました。私も小学生の頃だったですね。テレビをよく見ましたね。楽しみにしておりました。もう剛速球しか投げないという藤村甲子園というね、主人公の、まあ、野球にかけた男のドラマですけど、この漫画がですね、1970年から75年、少年サンデー、そして72年、71年、72年とね、テレビで放映された。そしてこれが昭和48年、小学館の漫画賞を受賞したというんですね。男ドア法甲子園、もう題名がなんか非常にインパクトがあるなと思いますけど。
まあ勝負ですから、やはり勝ちがあれば負けもあるわけですね。勝利投手がいれば敗戦投手もいるという、このまあ当たり前のことなんですけれどもね。
切ない気持ちでうなだれる私の心の戸を叩く。ほっこりしよう、ほっこりしよう、ほっこりしよう。皆さんいかがだったでしょうか。ほっこりちゃん、まだまだ寒い日が続きますけれども、どうぞ皆さんお体ご自愛ください。そしてまた春の日を待ち望みながら過ごしていきたいなと、こういうふうにこう思います。ほっこりさんのリクエストもどうぞ受け付けておりますので、よろしくお願いをいたします。リクエスト曲どんどんお寄せください。それでは今日はこの辺で失礼をいたします。